じゃあ続きを始めていきたいと思います。ちょっと今バンディカムっていうソフトを使って録画してるんですけど、バンディカムのバージョンが上がって、まあ、インターフェースとかかっこよくなったんですけど、ちょっと今ふと見てみたら、あれ録画されてるんだが、されてるのかどうかというのちょっと不安になったんで、ちょっと止めて、一旦止めて、まあ、確認してみました。まあ見てみた感じ、まあ録画はちゃんとされていました。ちょっと今までと経過時間が表示されている位置が違ってるので、ちょっと録画されてたのかどうかっていう、不安にちょっと感じたんで、ちょっと一旦中断しました。そうだ、せっかくレベルアップしたからここを使うので、自分で用意したレベルアップの音楽です。なんか似たようなフロアが続く洞窟で、ちょっと迷っちゃいますね。ちょっと今レベル3まで上がりましたけど、まだ敵の攻撃が強いので、装備を整えてから今また来たいと思います。ここはなんか、近道らしいんですけど、今はまだ入れない、いけない状況です。無料で回復させてくれるなんて親切な方なんでしょうね。リンダのヒットポイントも少ないんで、ホームはリンダに買ってやるとして、そこはリロードソードかな。まだ変える。ちょうど40ある、これをスッポンに買ってあげる、それにしましょうか。サンプラー用意したんですけど、あんまりなんかやるタイミングがないですね。こんな感じで。ここが前行ったよね。
サンダー強いんだけど、TP も強いし、拒否しちゃうんだよね。お、スコア強くなったってことだな。会心の一撃だったか。なんかすげえ強いなと思ったんだけど。四つ葉のクローバーすげえ増えたんだけど。そんな、まあ。敵が強いから、まあ、もしかしたら後で、使い道も出てくるかもしれない。使い道っていうか、使う機会が来るかもしれない。てか何気にこれダンジョン広いな。おーやべ、失敗のチョコレート、そういえば、リンダのスキルじゃない、特にのスキル、そっか、リンダの特技に LP20 回復するってあるんだけど、これってあれ TP を消費してマジックパワー回復するっていうんだよ。最初勘違いしてマジックパワー20消費してマジックパワー20回復すると思って、これじゃあプラマイゼロじゃんってことだ。勘違いして言いましたね。という感じで今のタイミングはまあバッチシだったんじゃないでしょうか。なんかいいものが入ってそうな短いチョコレートでした。ここって最初の方に繋がってんのかな。広くて迷っちゃうね、これ。下はあ、もう来てる。結構敵が強くて、戦闘はそれなりに歯ごたえがあります。ここはまだ通ってないな。あの宝箱が欲しいな。ここは来てないはずなんだよな。
それ来たかな。ああ、わかんねえなあ。って感じだな。あれな、ここ行けば、さっきの宝箱があるし。あ、サンドイッチかよ。サンドイッチ腐るほど持ってんだけど。本当に腐っちゃうかもしんない。賞味期限切れて。これあそこどうやって行くんだ。まあ、ゆっくりレベルアップでもして進めますか。一番最初のダンジョンだけど、いきなり広くて、結構難易度が高いゲームかもしれません。やばい、マジックパワーがなくなってきた。ちょっと一旦戻った方がいいかな、これ。分かんなくなってきたな。あら、ちょっと椅子がギリギリうるさくてすいません。あ、やばい。まだ、こっちはもう行ったのか？もうどこ行って、どこ行った、行ってないのか、わかんなくなってきたな。多分こっちはまだ行ってないんじゃないか。お、やっぱり、ここはまだ行ってない。ボスフロア、わかりやすいです。このこれ。あ、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 なるほど。これで、すぐ、もう、ワープできるってことなんですね。これはいいや。一旦、じゃあ戻って回復してから、ボスに挑みましょうか。しまった、今、ここ、開けたところで、置くべきだったね。ボス。町の人たちを苦しめて許せない。いやー、うるせえ。ちょうど9あるから使っちゃうな。おー、強い。お、敵も強いな。相手にちょっと出るかもしれない。どんどん知っておいた方がいいかな。あ、
危ねえ。DJ ね。自分の攻撃力をかなり上げる。使うしかないし、これ。案外弱かったね。わかりました。じゃあ拍手。魔物たちにも株の概念があるとは、これは驚きだな。とりあえずこれで次の大陸に行けるようになったってことですね。よし。そういえばそう。このスッポンは、七色のビー玉ごときのなんか利用されて、なんでそんなに七色のビー玉を欲しがるのか、不思議ですね。じゃあ、次の大陸に行きますか。狭これどの辺なんだろうね、マップで言ったら。さっきの島の東南の方にちょっと別の大陸っぽいのが見えてたけど、それそこじゃないのかな。とりあえず村があるんで行きましょうね。これ何もない。回復して心臓に。そうなの？ここに乗るか。やった。本当に何に使うのかわかんないけど。これ結構手に入れたんじゃない？9個もあるよ。あいつを追い出せばいい。毒消しは買ったことない。でもあれ
キルで毒消すのもあるんだよ。マジカルチョコレート高いな。じゃあマジックパワーが切れた時のためにちょっと買っておきますか。お、強そうな武器がいっぱい売ってますね。どうしよう。まだスッポン、リボン、っていうか鎧、新しくまだ買ってないから、一つ買っていきます。銃も待って、だいぶ強くなったんじゃないこれ。てか最強ってやるのは一発で最強になるんだよ。忘れてましたね、こんな便利な機能があったことを。しまった、また話しかけてしまった。このマップチップを初めて見ます。このゲーム特有のマップチップなんでしょうかね。勇者だから、悪いものをやっつけなければいけないっていう義務があるんですね。確かにそうだよ。勇者って言われたから、進んで魔王を倒しに行くかなるかは、その人次第とか。なんだ。マックスっていうのはこのゲームの作者なんだろうね。トルマ。物とつるんでいるという容疑をかけられてる。
仲間になるってさっき作者が言ってたから、まあ、悪いやつではないんでしょう。字がトルマンの意味だった今、すっぽんの頭に上にハートマークの吹き出しが出たけど、あれは一体何の意味だったんだろう。南の洞窟に行きますか。魔物たちを懲らしめるためと、トルマンの容疑を晴らすために。すげえ、なんか、他人事なの。この広間は何なんだろう。なんかありそうで何もない。ちょっと30分経ってで、ちょっと休憩しますか。じゃあまた後で。